悪質な反則問題を受け、公式戦出場停止となっている。日本大学アメリカンフットボール部の新しい監督を選ぶ委員会のメンバーにアリマ。有馬キャスターが内定しました。まず、これまでの経緯を振り返ります。誠に申し訳ございませんでした。関西学院大学との定期戦における。 日大選手の悪質な反則行為を受け辞任した内田前監督らは反則行為の責任を認めたものの、指示については否定しました。あの信じていただけないと思うんですが、私からの指示ではございません。実際監督から僕にコーダーバックをけがさせてこいというような指示はございませんでした。

今年度中の公式戦出場停止処分を決定し、内田前監督らを永久追放にあたる除名処分としました。この上で日大からチームの改善報告書の提出を受け、秋のリーグ戦での復帰を認めるかどうか、今月末までに判断するとしています。本気でその学生のことを考えて復帰をということであれば。えー しかし、チーム再生の鍵となる新しい監督やコーチについて日大は公募での選考手続きを進めていてその選考委員に関学大アメフト部 OB の有馬隼人キャスターが内定しました。 日大アメフト部が秋のリーグ戦に復帰できるかどうかにあたって重要になるのが新たな指導体制です日大がアメフト部の新しい監督やコーチを公募したところ69人の応募がありましたこの69人の中から新しい監督とコーチを選ぶための選考委員会が作られましたこの委員会は日大関係者以外のメンバーだけで組織され有馬さんもその1人に内定したというわけです 有馬さん今回、なぜこの委員を引き受けたんでしょうかあのやはり今現役の選手たちが、ね、今シーズンプレーできるか大学生の中の大事な1年を、ね 1> はい、過ごすことになりますからそこに力を協力することができるかなとできれば力になりたいなという気持ちがありましたご自身が監督としてチームを再生するという選択肢は <あ>私はもう他の、ね、社会人チームのコーチもしておりますしあの今、仕事がありますので、ねえー、私が引き受けるというか、うん、私がするという選択肢は難しかったです他の委員の皆さんはどういうい方たちなんですかあのまだ公表されていませんであの明日あたりにはあのリリースがあると思いますけれども、はい、弁護士の方ですとかあのスポーツに関する有識者の方が揃う予定となっています、うん、あそんな中で有馬さんはアメフト選手としても監督としても指導者としても経験があるということで ですけれども、どういう視点で選んでいきますか、うん。やはりあのコミュニケーションをする力ですよね。うん、あの選手と指導者がしっかりと胸の内を知り合って、はい、信頼し合って日々を過ごせる状況が作れるかどうか、そこが一番ですね。はい、なるほど。はい、じゃあどんな基準でどんな方が選ばれるのか、私たちもしっかりと見ていきます。はいはい